じゃあマジで初心に戻って、これ女神と話すってやつで女神の好感度上げればいいんじゃないかな。はい、こんなところで油を売っていていいのですか。私と一緒にいたい気持ちは分かりますが、命告白する、僕と付き合ってください。お恐れ多くもこの私に第一印象から決めてました。お願いします。お断りします。身の程をわきまえてください。はい。窓を突き破るやってみる。じゃあショートカットだ。あ、なるほど、あれだ、会わないでいいんだ、あのなじみちゃんと。はあはあはあ、じゃあいいかいいか。まあなじみちゃんはもう全部多分エンディング回収したんで、今んとこ多分4つ回収してるんですよね。じゃあちゃっかりここで先生もさ、告白しなければ好感度上がるんじゃないかな。あ、先生おはようございます。なんでもないですよ、今日も。あ、です、いや、やっぱそうじゃない。な、何を急に追ってたり、追ってたりして、怪しいわね。めちゃ噛む。やだな、本心ですよ。仕事もできてよし、断念なんて先生と結婚できる人の幸せだろうな。なんなら僕は離婚しちゃっかな、なんちて。我ながら意味不明なことで、じゃあもう結婚ね。あ、先生なんでもないわ、ふざけてないで早く教室へ行きなさい。は、はい。あ、いいね、こうやってどんどん、なるほど、告白しなければあれかな、好感度上がっていくのかもしれない。え、じゃあちょっと好感度上げていこう、どんどん。これあったよね確か。ちょっとあの子なじみちゃんに会ってないから、じゃあ他を当たろう。僕にだって DT としてのプライドがある。初めての彼女は清楚な可憐な女の子って決めてるんだ。いやでもめちゃくちゃいい子だけどね、あの子。はい。で、あ、ここだね。犬になる。犬になる。犬になるっていうのしたことないね。ちょっと犬になってみようか。ここ、あ、ないか、ここ。じゃあ、なろう。くーんくーん。おや？キュー、女神様。命だけは助けてほしいわ。プライドを捨てて、畜生になり下がりましたか？人間としての尊厳はない。死ぬよりましたわ。お願いします、ご主人様。へへへへへ。ダメです。ちゃんと彼女を作ってください。しかし、今の滑稽さん、お、女神ポイントを差し上げましょう。よし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 。あ、いいよいいよ。こうやって貯めていくわけね。あ、なじみちゃん来ちゃった。じゃあ、ちょっとここを飛ばしての、ちょっと待って、あたりを見渡そう。あ、やばいやばい、あ、あ、大丈夫。あ、よかったよかったよかった。なんとか、なんとか大丈夫だった。じゃあ、ちょっとセーブして。気をそらそうか。まだまだ早い。もう一回ぐらいあったよね。ちょっと先生、元気なさそうだなって思って、様子が気になってきちゃいました。え、僕でよければ話聞きますよ。そんなに顔に出てたかしら。私もまだまだね。実は昨日5年付き合ってた彼、うわー、他に好きな人が、え、こんな美人なのに。でも仕方ないと思ってるわ。仕事ばかりで愛想のないアラサー女なんて捨てられて当然。そんなことない、そんなことない。おお、思ったより重い話だった。ちょっと待って、時間ない時間ない。ちょっとね、時間なかったんでね、もう一回やり直してきました。親にも紹介してて期待させてたのに、なんて説明すればいいのかしら。待てよ、こんなルアーチャンスなんじゃないかよ。ひどい話だ。僕は先生の彼氏なら絶対そんなことしないのに。え、失礼ですけど、見る目のない元彼さんですね。僕は先生が本当は優しくて頑張り屋さんなの知ってますから。海男くん、なんなら僕をご両親に紹介してくれてもいいですよ。結婚前提にお付き合いしてる彼氏として。バカ言わないの。教師と生徒なんてありがとう。あー、いいね。でもありがとう。少し元気出たわ。じゃあ、ホームルームまでには、もう教室戻るようにね。あー、はいはいはい。言ってしまった。手応えはあったと思ったんだけどな。食いても仕方ない。他を取ろう。でもでも、次告白したらいけるんじゃない？ちょっと待って、時間がないよ。残り10秒、10秒、10秒。あー、やばいやばい。ここあったっけ？あ、やばいやばい、ないないない、どうしよう。あ、終わった。じゃあ、ここでいけるんじゃない、告白。ちょっと行ってみようか。はい。僕と付き合ってください。は？私は真面目に聞いてるのよ。僕だって真面目です。本気で先生とお付き合いしたいんです。さっきの話を聞いてチャンスだと思ったんです。僕でも先生の隣に立てるかもって。なんでそこまで私のことを。だって僕は生徒思いで一生懸命な先生のことが大好きだから。いいね、これいけたんじゃん。海男くん、かわいい。まったく困った教え子ね。後でつまらない女だって気づいても遅いんだから。そうはなりませんよ。僕は絶対先生を悲しませなんかしませんから。頼もしいわね。これからよろしく海男くん。こうして僕は一命を取り留めた。動機は不純だったけど、僕は今最高に幸せだ。先生と歩むこれからのハッピーライフを考えるだけでワクワクが止まらないよ。生きてるって最高。年上系彼女っていいよね。作者の感想。え、めちゃくちゃいいと思う。私も年、女の人が、ね、女性が上っていうのめちゃくちゃ好きだよ。いやー、素晴らしい。これめちゃくちゃ今んとこ私一番いいエンディングだと思う。いや、いいね、先生かわいい。じゃあ次ね、ギャル子ちゃんをね、攻略しなきゃだね。ここで多分告白をしてまず出会っとかなきゃいけないんだね。
で全部告白にしてればもしかしたらいけるのかな。はい、ではね、私ここでね男らしさアピールするしてしまったんで、みちるに告白する2回目やっていきましょう。黒瀬さん、何を。僕と付き合ってください。はあ、またそれ。いくなら頼まれても無理なんですけど。さっきは驚かしちゃってごめん。でも僕のこの気持ちは本物なんだ。調子いいこと言って本当はやりたいだけでしょ。失礼な、僕がそんな不誠実な男に見えるの。あんたがさっきそう言ったんだろ。かわいそうだし一回相手にしてあげなよみちる。は、無理だから。だってそういうことしたことない。え、かわいい、めっちゃかわいい。とにかく僕はそんな生半可な気持ちで告白してない、命かけてるんだ。あ、まあそれは間違ってない。は、は黒瀬さん。いや、みちる、僕の彼女になってくれ。おー、情熱的だね。どうすんのさみちる。ち調子乗んなよクソ童貞。あー、なるほどなるほど。あ、やばいやばい、時間ないよ。よし、来ましたね。じゃあ最後の告白いきましょう。はい、僕と付き合ってください。な、こいつまた。もういいからそういうノリ。僕は本気だ、じゃなきゃ3回も告白しないよ。絶対に君に見合う男になるから。だからみちる、僕の彼女になってくれ。お、いいね、わかった。え、なんて。うっさいな、分かったって言ったの。え、でもこの子絶対幸せになれると思う。こういう女の子絶対いい。そんなまっすぐに気持ちぶつけられたの初めてだよ。あんたが本気だってことは伝わったから。だから私もその気持ちに応えてみてもいいかなって。みちるーだー、もううざいってば。心のブレーキ壊れてんのか。かわいい、え、めっちゃかわいい。たく、浮気とかしたら承知しないかんね。こんなギャルギャルしいけど男経験がないっていうのめちゃくちゃ可愛いよね、ギャップで。うん。こんなでかい文字初めて見たんだけど。こうして僕は一命を取り留めた。ただのビッチだと思ってたけど普通にいい子だった。これからはみちると一緒に僕たちのハッピーヒストリーを綴っていこう。生きてるって最高。ヘイ、純情系ギャル一丁持ち。なんちゅうエンディングタイトルだ。はい、じゃああと女神様のみですね。じゃあ攻略していきましょう。では女神様に告白しようと思います。多分ね、今のところ全部会った時に女神ポイント獲得しているのでいけると思う。これで、はい、僕と付き合ってください。なんか変わってない、そういう。あ、いや一緒かこれ。え、あなたは彼女が作る。あ、はい、一緒ですね、ここはです。あ、あ、ダメ？あ、ダメだった。え、まだダメなのか。待って、もしかしてさ、これ、告白するんじゃなくて、むせび泣くんじゃない？今までさ、情けない姿を見せたらめちゃくちゃ好感度上がってたから、これもしかして、ビエーン！おや？ぐず、う、死にたくないよ。見苦しいですよ、見男。そのように無様に泣かれてしまっては。あ、ドキドキしてしまうではないですか？やっぱね、あれ、ちょっと変わった性癖をお持ちですね、女神様。かわいいな、でも。え？私、ダメなんです。無様で哀れな人間を見ると、つい救いの手を差し伸べたくなってしまうのです。神の発言とは思えない。あはは、海男のセリフだった、今の。海男、これからも私を崇拝し、尽くすことを誓いますか？え、いや、それは。そうすれば、命だけは助けてあげますよ。生涯忠誠を誓います。まあ命には変えられないからね。それでこそ私の海男です。えらいえらい。こうして僕は一命を取り留めた。元はといえばこいつのせいなのに、なんでこうなってしまったんだ。まあ釈然としないけど、まずは生き延びたことを喜ぼう。生きてるって最高。暇を持て余した神の遊び。はい、終わりました。これで全部コンプリートできました。いやー、お疲れ様。めちゃくちゃ神ゲーでしたねこれ。いや本当に短い間なんですけど、いろいろエンディングが積み込まれててめっちゃ良かったです。私個人的に、私はこの先生エンドが一番好きだったかな。このね、みちるちゃんも可愛かったし、この子もね、実は本当はね、まともな子に戻ったからね、あの後だったら別にくっついても普通に良かったんじゃないかなと思うんですけど、はい、いやー、すっごい面白かったです。最後まで見てくださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価ボタンなどお願いします。では、またねー。